はい、どうも。では29本目です。やっていきたいと思います。前回は見事にバグで、終了というですね、とんでもない結果になりましたけれども、今日は気を取り直していってみたいと思います。ではスタート。お、トルネコ殿っていうことはトルネコトルネコのとこからだ。あー、このパーティー弱すぎるって言ったとこからですね。じゃあまた同じく準備しますんで、ちょっとまたどっちにしてもあれですね、編集すると思います。しばらくお待ちを。なんかここの辺でハグレメタルでも狙いながらレベル上げ兼金策ができたらなという、この狙いはいかがでしょうか。あ、ザラ効かなかった。クリフト鬼のように魔法を使っていくな。あ、強いぞ。金策どころか全滅なんていう可能性が。危ない。俺はダメだな、このパーティー。生きて帰れるか。もう生き返らした。くー、俺は金を稼ぐどころか減って帰ってくるんじゃないか。やってしまった。やってしまった。どうすることもできない。どうすることもできない。あー、これ困ったな。死ぬじゃんこれ、どう考えても。詰んだ、完全に詰んだ。もう何よこれ、お金ために来たのに戻れないし、お金ために来たのに、またこれ1500ゴールドになっちゃうの。だ、はぐれメタルだよこれ。逃げ出して。はい。無理すんのよくないねこれ。何しに来たのかと。あら、戻れないじゃん。よし、来た。行け。よし、行け。つまずけ。お、 MP 吸収した。あ、すごい、はぐれメタルの剣だからか。おっしゃ、いい、これを待っていた。来い来い、トルネコ。よし、いいね、いいね。これはお金貯まる前にレベルが。あ、まあまあそれはそれでいいけど。うわー、とどろき戸惑っている。いけ、倒せ。うお、ナイス。つまずけつまずけ、トルネコ。つまずけ、またつまずけ。トルネコ転んでくれ。キャー、いけ。お、あら、なんだ違うか。いけ、トルネコつまずくんだ。お、いいね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 。2匹ぐらい倒してくれ。おお、これはいい。まさかの3匹？いや、いかないか。バイキルトで2倍になったら、トルネコの攻撃は？おお、4になんだ。すげえ。おお、なるほど。
はぐれめ、よし、いけ、よっしゃ。お、すごいね、今回かなりの高確率で。ちょっと MP 限界だな。4000か。まあ一回出ましょう。はい、というわけでもろもろレベル上げしました。見ていただきましょうか。入れ替えで見た方がいいかな。トルネコ31、クリフト29、ミニア29、ブライ30というところまで上げました。まあまあ割とみんな30付近ですね。トルネコが31まで上がってますが、ちょっとここからですね、一個言ってみたいところがあります。それはですね、前回の僕の動画にコメントをくださったところの話なんですが、もう一回イムルの村に寄って宿屋に泊まってみてという風に書いてありましたので、泊まりたいと思います。で、確かにですね、デスピサロがに、ロザリーの話がちょうどありましたので、僕もそれは気になっていました、ね、それがなんか聞けるということなんでしょうか。ちょっとせっかくなんで戦闘はじゃあ別地勇者にして行ってみたいと思います。ほい、はい、イムルです。イムルの村へようこそ。今この村はお菓子の夢の話で持ちきりなんです。宿屋に泊まる前にいろんな人に話を聞いてみた方がいいですよ。これは変わらないですね、前とコメント。じゃあ早速泊まってみましょうか。泊まるともう違う話が出てくるっていうのは、はい、別地は深い眠りについた。どうやら夢を見始めたようだ。ほう、これは前と一緒ですね。お、さあ泣け、泣いてルビーの涙を流すんだ。うわ、強情なやつ。 これでもか。うわわわ、デスピサロ、ロザリー、貴様らロザリーに何をした。うわわ、一撃。うわわわ、ちょっと待って、ロザリー、ピサロ様来てくださったのですね。私の最後のわがままを聞いてください。どうかどうか野望を捨ててこの私と。グフ、あら、ロザリー死んじゃった。許さんと人間となるが、たとえ私がどうなろうと一人残らず。いや、ちゃ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 んじゃないよこれ。ロザリー殺されたってことこれ。あいつじゃない、ちょっともう行ってみよう。ロザリーヒルにいたあの戦士でしょ。とんでもない戦士、宿屋の横にいたあいつか。くっそ、ちょっと待て、俺も村をむちゃくちゃにされた身だが、デスピサロには。でも許さないぞ今のは。うわ、いねえ。くっそ、いねえ、そりゃいねえわ。さっき殺されたんだデスピサロに。この間人間のじいさんがやってきてこの村で店を始めたんだ。おお、まあ、これはある。マジか、上は。まあもちろん夢というか殺されたということっていいの。これでもあれですか、あのロザリーはまあピサロの時代の何なんですかね、恋人みたいな感じっていうことなんですかね。いやーでもちょっと待って、今のはひどいぞ。スライムがいる。プルプル、ロザリーちゃんが捕まっちゃったよ。イムルの村の方に連れ去られたんだ、プルプル。あー、ってことはやっぱりさっきの夢は我はイムルで殺されたっていうことなのかな。うわー、ショックだわー。ちょっとこれでもなんかちょっと複雑ですね、デスピサロ。あー、これは複雑。はあ、まあこの思いを胸にじゃあ進めていきましょうか。じゃあなんともな。なんともこの怒りの向けどころが難しい感情にさせられますね。
雑な気持ちですが、ここもそんなエルフの村ということなんでしょうね。これは皆さんはロザリーは、あ、ごめんなさい、エルフの里か、あ、ロザリーのことはみんな知り合い、もちろん知り合いなんだろうね。うん、この村にある大木は世界一の木だよ。あ、そうだ、ここで装備を揃えて前回の続きをやっていきますよ。そしたら、はい、じゃあリベンジです。またちょっと装備変えました。ベッチははぐれメタルの剣、はぐれメタル鎧、天空の盾、天空の兜、はい、ライアン、ドラゴンキラー、はぐれメタル鎧、風神の盾、鉄仮面、クリフト、奇跡の剣、はぐれメタル鎧、力の盾、鉄兜と、いう装備で、じゃあ入ってみようと思います。レベルも30、29、29と、行ってみたいと思います。はい、ちょっとアイテム取り直しというのは辛いところですが、行きましょう。よいしょ。はい、じゃあこちら、はい、祝福の杖、前回も取りましたが、これはなんとなくですね、クリフトに渡しておくとうまいこと使ってくれていた気がします。さらに古典もまた、前回の動画のコメントからいただきました通り、ここを調べるとおそ世界中の歯を見つけられるということなんですね。はい、すいませんでした、知りませんでした。世界中の歯、これは前作でも出てきてたのかな。FF で言ったらフェニックスのおプラス前回みたいなやつだったのかな。はい、ライアンのヒットポイントすごいね、290もあんだ。ライアンかっこいいな。お、来たよ、ライアンに任せとけと思ったら死んでいってしまった。よっしゃ、行きましょう。ああ、行き過ぎた。はい、行くで。はい、突き進めます。これ葉っぱはもう1個しか取れないってことなんだね。あ、抜けなかったってなるんだ。なるほど。あ、でもここで1回使ったらまた取れるってことかな。ね。あ、やばい、毒。あ、でも大丈夫か、クリフト入るから。いやー、前回のね、毒には困りました。いやー、よかった。もう前のこの毒でもう本当に辛い思いをしましたからね。シャ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 ーと、はい、うん、お、みんな30になりましたね。はい、この下に上に行くところかな。お、宝箱です。マジで、よいしょ。はい、世界樹の雫、ほう、雫、葉っぱと雫とあるんですね。よっしゃ、行きましょう。前回この辺でバグりましたからね、気持ち悪いですけども進みますよ。ブーじゃないよって話ですよ、もう本当に。大丈夫そう。前もこのレッドサイクロンを倒した後にバグったんだよな、怖いな。あー、怖いよ、あいつを倒した後はバグらないでくれ。お、大丈夫そうだ。よいしょよいしょ。しかしここはエルフの里ということなんですが、エルフが一生懸命この世界樹の木を守っているというような感じなんですかね。さあ、あれ、これ右かな、これ行き止まるか。
お、結構上がってきたんじゃないこれ。さてさて、この上には何が、あ、これ取れるのか、あるのかな。よいしょ、あ、ここ行っちゃいけない。よしよし、あれ、あ、もう敵が出なくなった。はい、見事に全員毒です。レベルアップ。油毒、瀬毒、死毒。はい、モシャス化けますか。キアリン、お、なんかいる。え、何これ、敵。どうかどうかお助けください。私はルーシア、天空より世界樹の葉を摘みに舞い降りてきたのですが、魔物たちに襲われ翼を折られてしまいました。私を天空のお城まで連れ戻してくれませんか。はいはい、もちろんいいでしょう。まあ連れてってくださるんですね。天空の塔のに入るには、天空のすべての武器防具を身につけなければなりません。私にはわかります。天空の剣はこの木のどこかに眠っているようです。さあ参りましょう。お、ダン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 、ほまんまみまんま、なか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 ルーシアが仲間になった。イエーイ。はい、ルーシア。お、ルーシア、手って書いてありますね、職業。手はなんすか。手は敵屋、敵屋なわけないな。なんだ、天空人でした。残念でした。はい、威力の杖、水の羽衣。ルーシア、ベホマルカナ、マヌーサ。ほうほうほう、なるほど。あ、こうやって仲間になるから3人で来てって言ってたんですね。ちょっとネタ的な発言と言っちゃいけないんでしょうかね。あ、まあまあ。ひとまずルーシア、お、ルーシア回復してくれた。ルーシアをじゃあ天空の、ね、送りましょう、天空まで。で、どこにその剣、お、お、宝箱じゃないですか。はい、お、いきなり天空の剣見つけた。やりました、やった。え、これでもうちょっと道具、天空天空天空になって、ちょっと一度、あらら、ちょっと持ち物いっぱいじゃないこれ。じゃあまあちょっと一回出ようか。これ飛び降りれるのかな。お、得た。てか飛び降りてよかったんだろうか。やったじゃない。これで天空フルコン、あら、ちょっとハグレメタルの剣の方が強いんだ。あれってことはね、え、ちょっと待って、装備もこれこれ、あー、ハグレメタルシリーズってすごいんだね。なんかちょっとショックだけども、しょうがないか、こういうもんなんだね。うん、もうちょっと一回、じゃあ、矢では止まります。はい、というわけで、29本目、今日はこの辺で終了したいと思います。いよいよ天空のお城の方に、次から行きたいと思います。では、今日はありがとうございました。また見に来てください。